国立トレチャコフ美術館は、ロシア、モスクワにある美術館。世界有数のロシアファインアートのコレクションで知られる。トレチャコフ美術館は、歴史的には1851年に、モスクワの商人で、工場主であったパーベルミハイロビッチトレチャコフと、セルゲイトレチャコフの兄弟が、自邸に開いた美術ギャラリーから始まった。トレチャコフ兄弟により、 様々なロシアの芸術家たちの作品が収集され、現在ではロシア最大級の美術館の一つにまで成長した。トレチャコフ美術館のファサードは1901年に画家でロシア様式の機種として知られていた建築家のビクトル・バスネツオフによって改築された。赤と白の配色を基本として童話から出てきたようなモチーフで全体を柔らかい感覚でまとめ上げた。 トレチャコフ美術館の建物は、モスクワ側を挟んで、クレムリンの南、ラブールシンスキー通りに面しているが、20世紀の間に、いくつか近隣の建物を合わせて拡張していった。その中には17世紀に建てられた、トルマチの聖ニコライ教会も含まれ、1930年には、本館の右側に新館が建設された。公開の開始は74年から92年。 モスクワ市へ寄贈されている。1980年から10年間の歳月をかけて、ゼンファーサードがバスネツオフ調のデザインで統一された。この間、トレチャコフ美術館は、数多くのロシアにおけるコンテンポラリーアートの収集にあたった。そのコレクションは、約13万点に及ぶ。ロシアの遺婚の傑作であるフェオファングレクの、種の検査会、ドンの生真珠。 アンドレール・ルブリョフのイタリ生産者やウラジーミルの生新庄、ディオニシーのスモレンスクの生新庄、ダニール・チョールヌイのアウラームの共演などからワシリー・カンディンスキーのコンポジションセブン、カジミール・マレービチの黒い正方形などの現代美術にまでわたる。1977年にはジョージ・コスタキスのコレクションを取得した。 モスクワ近代美術館1985年以来、モスクワ佐藤ボエ環状道路のすぐ南にある、モスクワ近代美術館を管理下に置いている。ロシア前衛派の中小芸術の先駆者、ワシリー・カンディンスキーの、コンポジションセブンやカジミール・マレービチの、黒の正方形など、有名な作品が多数ある。この美術館は、社会主義リアリズムの美術品を所蔵していて、 エブゲニブチェティチ作の鉄のフェーリックス像、鉄オクワに若いロシアがある。また近くにはズラブツェレテリ作のピョートル大帝像もある。建物は後期モダニズム建築の箱型なので取り壊しの計画もあるが反対もあり実現できないでいる。モスクワ近代美術館のオクチャーブリスカイア駅近くの公園に亡くなった英雄たちの広場もあり、ソビエト時代の彫刻をそこに移して、 野外展示場になっている。ありがとうございます。